ジャズ喫茶バリエレラのおうちゃんです。こんにちは。今日はハードバップにあってもう中心的なグループであったレコードを紹介します。今日のレコードはこちらになります。ザ・ジャズ・メッセンジャーズ。このジャケットご覧になった方はおられるでしょうか。ですけれどもちょっとこの色が違うなと、お気づきになった方もおられるかと思います。そうです、これはですね、まず最初にボリューム1、赤色ですね、このタイポグラフィーが。そしてボリューム2、これが青です。はい、そうです。この1,2とありました。ナンバーでいくとブルノート1500番台の7番と8番ですけれども、今日ご紹介する、この何と言いますか、なんと言えばいいですか、これは黄土色ですか、これは未発表音源なんですね。日本で、発売されました。もちろん今の時代では CD とかですね、そういったことでもうボーナストラックであったりとか、いろんな媒体で、聞くことはできますが、この発掘された時は非常にニュースであったわけです。この2枚はもちろん当時発売されたものですね。同じ、日のセッションの、レコード化されたなかったものがこちらになります。これを今日、ご紹介したいと思います。負けず劣らず、素晴らしい演奏になっています。日本で発売された、未発表、日本は本当に、レコード王国だと思います。ですのでここにはその BLP のナンバーではなくて、日本のレコード会社の、便宜上のナンバーになっているわけです。はい、それで今日はですね、名盤ですので、つらつら、申し上げません。先ほどの2枚はもうすでに私のチャンネルで紹介しております。それでこの未発表の中からですね、今日はですね、デシファリング・ザ・メッセージという、かっこいい曲なんですけれども、これはモブレーが、ハンク・モブレーが曲なんですね。とですね、2曲ハンク・モブレーは、6曲のうち2曲ハンク・モブレーは、さすが彼は、コンポーザーでもあるので、いい曲を書きます。もう一つハンクズ・シンフォニーという曲も演奏してますが、今日はこのデッファリング・ザ・メッセージという曲を、紹介します。モブレーのサックスはもう先ほどの2枚全体がもう素晴らしいので、これも素晴らしくないわけがないですね。モブレーそれからドーハも素晴らしい。そしてこのピアノ、なんかちょっとこの、調律の狂ったような何かそんなピアノのような、それが好きなんですが、そのピアノも先ほどの2枚と同じです。フォレス・シルバーのピアノ、ダグ・アトキンスのベース、そしてブレイキンのドラムと、全く同じ気分にさせてくれます。はい、それを今日お届けします。このカフェ・ボヘミアのライブ
の後、メンバーはですねそれぞれ別の方向に行くわけですね、それぞれ例えばケニー・ドーハムは、対談してジャズメッセンジャーズが自分のグループを組みます。ジャズプロフェッツというグループを組みます。そして同じこのレコードの行われたカフェボヘミアで6ヶ月後にこのレコードをの録音をします。ドーハムはジャズプロフェッツからこの題名がこれを録音します。はい。そしてホレス・シルバーは、まあ、ハンク・モーベリを連れてもちろん、自分のグループをやります。ですのでザ・ジャズ・メッセンジャーズとしては、これでチリチリになっていくわけですよね。ブレーキはブレーキでまたメンバーを探してい、くと。そしてそれぞれがまた、素晴らしいレコード音源を残してくれたということになります。はい。では今日は The Jazz Messengers Cafe Bohemia Vol. 3から Deferring the Message をお届けします。ジャズはいいよ。 Thank you very much, ladies and gentlemen. Here goes another tune by our saxophonist, the thing he calls Deciphering the Message, Hank Mobley.
Thank you.